丸い地球が四角くなった。デジボク地球防衛軍アースディフェンスフォースワールドブラザーズプレイステーション4、ニンテンドースイッチを2020年内に発売すると発表しました。本作は四角形で構成されたボクセル世界を舞台に、バラバラになった地球を救うために奮闘する EDF 隊員たちの姿を描いているようです。世界各国の隊員たちを集め、自分だけの地球防衛軍を編成し、4人1組のチームで各ミッションに挑戦しましょう。初代ザ・地球防衛軍から最新作地球防衛軍5、その他スピンオフ作品に登場した陛下やキャラクターがレジェンド隊員となって登場する予定です。仲間にできる隊員は100人で、シリーズ経験者たちは懐かしく、初心者には歴代シリーズへの入門編として幅広いユーザー層が楽しめるようになっているようです。今回はザ・地球防衛軍2についても紹介します。 2000WX 年6月12日非常事態発生。イギリスより緊急連絡、首都ロンドンに巨大生物が多数出現、人類史上最悪の恐怖が再び襲ってきたのだ。戦いはロンドンから東京へ、そして地底へと続く。駆逐したはずの巨大生物が再び退去して出現。地球の平和は再び危機に瀕した。君は地球防衛軍の隊員となり、ロンドンや東京を転戦。さらに進化した巨大生物を撃滅するため、地底の巣穴へと突入していく。圧倒的巨大感、そして絶望するほどの数の敵が来る。登場する敵、エイリアンは全て強烈。巨大なアリ、雲、UFO、怪獣、画面を埋め尽くすほどの敵が迫り来る。強大な敵を倒し、人類の力を示せ。